でかけてこ。綺麗だね。何が？この街並み。街並み。うん、裏ってなんすか？でれでれでんでれでで。あ、そう。お蕎麦屋だよ、お蕎麦屋。晩ご飯ですか？お蕎麦屋さん。肝試し無理？肝試し。いや、まあそのみんながやるんだったら。高崎が無理でしょ。ずっと言ってたじゃん、木島が肝試し行こうよって、この YouTube で。まあね、セミナーハウスだって。おお。いや、絶対木島セミナーハウスなんて教えたくないから。俺の目の前に手を置きたかったからセミナーハウスっていうのをお伝えしてくれたんでしょ。あ、でもまあまあまあ、あんまないか。今俺を驚かそうとしてミスったから恥ずかしそうだ今。ここやばくねって、もう。そういう。そういうのないときに重要な判断をでもまあしない方がいいっていうのは一個あるかも。もう怖がらせスイッチ入れちゃってるし。ちょっとやばい。ダン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 タイトルだけで怖い話で、うん、俺一番怖いタイトルあるんですよ、ね、うん、曲がった顔っていう、怖くないですか、ね、それは怖い。なんかあります？むずいな、確かに。ちょっとむずいわ。でストーリーなしです。もうタイトル聞いただけで怖そうだなみたいな。人面人間面白じゃん。じゃあ、いいですか、はい、なかった階段。ああ。でも怖くないでしょ。その階段師がもうごめんなさい、もうやっぱなかったわ。私の階段じゃねえよ。もうお手上げじゃねえんだ。じゃあ俺もいい、うん、5メートル。まあなんかそそられるような。確かに見たくはない。怖い話のラインナップやって見たい。ありがとうございます。俺イクトが結構前にしてくれた友達の体験談、あれね、最近で一番怖かったけどね。そこはね、あの人あれ怖いっすよね。うわ怖っ。ねね、うわびっくりした。マジ一人、まあ、もう一人とか乗った。ちょっと怖かった。何何何何、分かんない分かんない分かんない。何しもちゃんかと思ったら、しもちゃんだったし。誰もいなかったよ。最後尾じゃないと思ったら最後尾だったの。めっちゃ怖かった。何が？あ、これマジマジ。誰かどうにかしてほしい。わ、めっちゃ良さそうじゃん。ね、すごっ。入れるかな。自然薯そば。うまそう、自然薯そば。朝そば。朝そばもん。これの話また後でいいですか。なんて？すごくね、急に。俺の話また後で。旅行お疲れ様です。おいずー。お疲れ様です。おいずー。キジマのもなくていいの。川崎この後運転大丈夫。車で来てねえよ。やつどうした？うまいね。ん？うまいね。うまい。うまい。ビールが。大丈夫？どんな感じさ、食レポするなら。酔っ払ってきたな。どうした？いやなんか。どうしたおかしい。多分もう何本か撮ってんじゃん動画。うん、ジャンス。このままだと嫌われるって言ってて。うん、何でもいいからキャラくれっていう。じゃあナルシストキャラって言って今ナルシストキャラらしい。ナルシストだって分かった？今知らない状態で見て。分かんない。ナルシストキャラうまい。一回参考にしようよ。俺のビール飲みたいやついる？いねえよな。いいですか？そうだよね。飲む。いや同じビール。あ、そうですか。俺のビールと違うでしょ。うまい。はい、あざす。ジャンスこんな感じよ。ハードゲイト。じ
や本当になんか勝手に言い出して俺絶対降りねえからって言ってたのよ。だからアンスがやらされてるわけじゃないのに、でもなんか降りそうだしやらされてる感あるし変なの、なんかよくわかんないですね。鼻毛ぎっしり出てるやん全部ぎっしり出てる。きたね。うまっうまっ。おいしい。うまいっす。3.0 だろったら、いや 3.5 とか言ってたよ、うん、3.45 ぐらい。うますぎうますぎ。数字じゃないでしょ、うん、なんか鼻で食う料理って感じですね。鼻につくな。アンキョンマジで美味しい。だってナス避ければいいから。あパンチじゃないの。しかもビールだしな。え、食う。これだし、これだし。え、これだし。あと木島の足痛がってたけど大丈夫。え、足ずっと痛がってるけど大丈夫。さっきめっちゃ来たんかい。足あこの動画では足痛くない手で行こうとしてる。足を知らないの足知らないのやばい。だから こう見たことないってこと、うん、すごい。自分の体ですよ、大事にしてほしいわ、うん、お前はどうなんだよ。足痛いっす。そりゃ血出てたんだから。いやあそこジャンプしたやつ全員足負傷したのきついな。いやでもなんか楽しかったっすね。足めっちゃ痛い時も楽しかったっすもんね。よかったね。めちゃめちゃおもろかった、うん、俺はなんか華麗にこなした感出したからこそ余計に恥ずかしいんだ今。足痛めてんの。着地の時痛かったんでしょ。南のクイズも嘘ついたし、うん、ご姓のためにね。俺もちゃったあれ無傷だっけって思ったもん。最初めちゃくちゃ嫌々だったもん。ああ、確かに嫌々ついてきて一番ノリノリだったから。まあね、最後ね。え、5000円やで。え、5000円やで。え、でも1000円もらってないから。いや、1000円渡すよ。え、でも俺行こうとした時なんか晴れ棒みたいな感じがする。え、なんか晴れ棒みたいな感じする。また自分の話。いや、それでしょ。ダンスが来た。ダンスやん。ラーメンみたいにそば食うな。なんか絶対悪口やで。チャンス。そしてさ、ダンスに振ってないのに勝手にやろうとしてやめてたよ。確かに森には一回もしてないじゃん。イクトもキジマも勝手にやったけど。なんかね、くすぐられちゃったよ。そうっすね。結局ああいうのが一番楽しいんですよね。なんか川とかで飛んだりとか。ただその30近くでやるもんじゃないの。めっちゃ痛いじゃねえか。美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。大満足で。絶対視聴者や。絶対視聴者。あら。先ほど店内いらっしゃいました。あ、そうなんですよ。ずっと待っていられたんですか。いや、ちょっとそうで。え、こんな寒い中。いや、もうでも待ってられますね。こんな製造台のことないからね。うわ、すいません。冷てぇ。冷たいか。冷てぇ。待ちすぎて。温めて。あれが気づまれる。あ、確かに。いや、そうですよね。どういや、でも、やっぱりそうですよね。やっぱりそうですよね。イメージ通り。結婚は考えてる？は、いや、結構踏み込みますね。うん。あ、いや、でも視野に。視野に。おぉ。あ、でも、ちなみに付き合ってないですけど。全然聞いて。あー、そう。あ、なるほどね。ある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 。いやーね。そういうの一番いいっすよね、でもね。大丈夫、動画で。あ、だ、全然僕はいいんですけど。逆に大丈夫っていう。大丈夫え、じゃあもういいじゃんね。いいの。一番幸せな時間。あ、別にじゃあ彼氏おらんってこと。はい。あー、なるほどね。いたらやばいでしょ。うん。それそれ。あ、いいだ。いいだ。すいません。いいだ。あ、待っててくれたんで。さっきあの DM ちょっと送ったんですけど。あ、すいません、ちょっともう。いや、すいません。いやいや、とんでもないです。え、あ、なんか写真とか撮りますよ。あ、ちょっといいですか。あ、全然いいですか。マジですか。ごめんなさい。ありがとうございます。すいません。いや、じゃあめっちゃ嬉しいって。ちょっとさっき出るときにちょうど来て、ちょっと止まっちゃっても。やばいと思って。全然すいません。ありがとうございます。話投げよ。大丈夫だ。こんな裏だるいんだよ。真ん中で。そんな長くなかったよ。ね、これはでも種類で言ったらヒトコアの種類ですかね。でこれ僕の話じゃなくてもう完全に人から聞いた話なんですけど、おじいちゃんがいる友達がいて、でその
まあね、大体おじいちゃんはいるかみんな、うん、いやいいよ、まあまあいいっすか。その小さい頃におじいちゃんとよく遊んでたらしいんですよ、友達は。で、まあすごい優しいおじいちゃんで、周りのみんなからも好かれてるおじいちゃんで、おじいちゃんの書斎があって、友達がちっちゃい頃になんとなくね入ってみたらしいんですよ、その書斎に、うん、おじいちゃんがいない時に、うん、で棚とかなんか開けてたら日記みたいのが出てきたらしいですよ、うん、でそこにはその誰々にいつ何されたとか、あいつはああだとか、なんかめっちゃ人の悪口とか、うん、その話一回サウナで言ってたよな、うん、聞いたわあの時ロスコ行った時言ってたよ、ラスコの喫煙なんだから、やばそんなに、お前かわいそう、めっちゃコミカルになった右足だか左足気使ってる青臭いミスは走ってたんですか、で、そのノート見てしまったんですよ、で、え、何時に走んだ、きつい、行こうよ、いい走って、で、本当に怖くなっちゃうんだけど、集団行動できない感じで、うん、まあまあそういうの見つけたと。でも何年か経って忘れてる時におじいちゃんが亡くなっちゃったなって。でおじいちゃん家にその久しぶりに行って、あ、そういえばおじいちゃんあんなノート書いてたなって思い出して、まだあんのかなって、おじいちゃんの部屋へ入って探した、探したら同じ場所にあって、うん、したらその亡くなる前日までノートに書いてあって、うん、その最後の書いてある内容が、うん、このノートを孫が見てるっていう。めっちゃ怖くない？気づいてた。え、でも数年見てなかったんじゃないの？そう、でもその書いてあった。いや結構怖い。怖いね。なんかしかも人コアならではの気味悪い終わり方というか、気持ち悪い。めっちゃ綺麗とかではないのかもしれないけど、なくなってるんだから余計な。俺が代打打っといたよ。あ、いや話変えました。話変えました。話してくれました。俺危ない。俺がミラチが打ったら聖剣好きだった。こうやって言ってたから。じゃ、何え、どこまであいつら？うわ聞いたわ。あの時ロスコ行った時言ってた。やば。ラスコの喫煙なんだから。どうしたの？やば。そんなに。お前。かわいそう。